初めて高額シャンパンを入れに行こうと思ってます。でもまだ担当には秘密にしてるんです。最近までは10万円ぐらいしか使えないお酒だったんですけど、パパ活を始めてまとまったお金が入ったので、今日は派手に使いたい。アルマンダの緑のやつとか、エンジェルの紫の箱付きの可愛い、これを機に担当のエースに俺はなる。私がエースです。でもなんか見た目が結構変わったからびっくりしてほしい。可愛いって言われたい。乾杯。ありがとう。今日イエーてか見た目めっちゃ変わったね。かわいい。ギャルに憧れてる。いいじゃん、めちゃくちゃギャル。何急にどうしたの、イメチェンして気分転換。そうだね、そう、給食やめて。あ、そうなの。枯渇してる今。そう、モテるっしょ。モテる。いいね。いや、自信ない持っていかないとね。応援だったよね。応援でした。自分作業してた、パソコン。え、4歳のために頑張ろうと思って。見たいわ、マジで。そう、200万って何でも飲めるよ。シャンパンもあるし、ワインもあるし。おかせる。おかせでいい。好きなもの。え、あ、ゲームしてくるの。いや、もう、ありがとね。もう、無理せずね、ほどほどに。失礼します。いいですか。お待たせしま。お、久しぶりだね。久しぶり。飲み放題。あ、本当。いいの。ちょっとじゃあやっちゃってよ。やっちゃおうかな。一発目。久しぶりになったしね。じゃんけんぽん、ポンでリング。めっちゃかっこいい。てかやばい、めっちゃ見た目変わったでしょ。なんか前よりもちょっと可愛い子からキレ可愛い子になったね。てかなんかさ、眉毛ポッポ大きくなった。うん、言わなかった、ね、いやもうなんかそこにね、バーキンさんなら本気をしろって書いてあったから。ええー、なんか書いてあるな。うん、看板なくて、あ、確かにと思って。うん、すごいね。胸出してた方が男の人来たみたいな。ああ、まあまあ、ね、うん、ちょっと目線が持ってかれるぐらい。もともと別にスラッとして綺麗で良かったけど、よりなんかどんどん色気が増してるって感じですかね。離れないよね、これからね。離れない。嬉しいわ。そうそう、ちょっと待つね。まあまあまあ、ちょっとね、寂しいのは分かるけど、一旦じゃあ二人で楽しく飲もうよ。今日は、うん、シャンパン？そう、そうなの？そうなの。で、私からちょっと酔っ払いたいから。あ、まあまあまあ、テキーラ飲む。テキーラ飲もうか。ちょっと持ってきちゃうね。いや、お待たせ。乾杯しよう。イエーイ。そうだよね、マジで。ヤエリちゃんとさ、まさかテキーラ乾杯できると思ってなかったから、めちゃめちゃ嬉しいよ。いや、そういうことじゃない、全然。なんか、いつもさ、お酒強いイメージだったからさ、ちょっと酔っ払ってるの見てみたいなっていう感じ。でもね、ドキドキの話しか頼めなかったから、お金も使えなかったじゃん、ミュージックだし。だから、ちょっとした感じが、どんなのか、入れられなかったりしないみたいなことが言いたい。全然そういうことじゃないよ。普通に一緒に酔いたいぐらいの軽い気持ちだったから、深い意味とかないよ。だから、犬は私のところで入れなかったってこと。いや、違う違う、俺はお酒じゃなくて、エリちゃんで酔ってる、いつも。さ、テキーラ一杯とかできてないの。あ、ごめんね。でもさ、最初に200万が言ってきたって言ったじゃん。別に何も言えなかったんだけど。最初の一杯とりあえず乾杯してその後もう一回聞こうかなと思ってたんだよね。そしてその場に使えないイメージ。違う違う違う、俺がお酒弱いから、ちょっと最初ね、もっと持ってきて。あ、OKOK。 でもっと数杯持ってきちゃうよ。結構飲んだね。
うん。超ストレス溜まってて。あ、そうなの？どんなストレス？なんか東京してから余計なんだけど、うん、無理出してもやれるんじゃないかとか、うん、なんか退職時とか顔合わせとかでお金もらってもなんか次は行きたいみたいな。部活始めていい人に出会って食事でお茶とかもめっちゃお金くれるし、なんか厳しくやってるのがバカバカしい。家賃とか光熱費とかも別でお小遣いくれるし、それをちょっと貯めて今日は使いたいと思います。最低300万ぐらい。無職で働いてるよりも効率がいいし、自分の時間できるし、人間に行く頻度も増えるし、なんかもうちょっとかかるように3人ぐらいにして、うちの1000万とかやりたい。なんか飲食にはもう戻りたくありません。でも昼食よりは超楽だね。なんかこれでここに帰れるのかいいなって思う。1日普通に10万、20万にしときますし、昼食のもう月の稼ぎぐらいよ。そう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 、すごいね。それっぽい使いたい。じゃけさ、ほんとに2000円ぐらいかけてみて。いやもうね、まあ、ピンキリだけど、まあ、俺の場合だと全然ほんとビビったらもんだよ、もう。そうだよね、かわいそうで栄養失調になっちゃうから、もっとお酒ちょうだい。ねえ、なかなか、まあもしかしたらヘルプとかついてるかもしれないからね。絶対かぶり入れよう。いやいや、そんなことないでしょ。まあ人気は人気だけどね。私今日使うってやったから、私のこと優先してほしい。俺的にね、最後になんか帰ってきたところが一番嬉しいかなと思ってたんだけど、もしかしたらそこちょっと違ったかもしれない。最後にさ、来たってことは送り出したとしてさ、なんか他のカブリにさ、見せつけられない。まあカブリいるかは分かんないけど、絶対いる。いや、そんなことないと思うけどね。いるよ、もういる。匂いがするよね、カブリの。持ってきたよ。かっこいい。ね。みんなもうすっごいシャンパン一緒に飲めると思ってなかったから、めちゃめちゃ嬉しい、本当に。なんでよ、さっきから。あ、ゆうすけくんもさ、お店の子も喜んでくれると思ったもん。なんか超頑張ったのに、なんかさっきから、こんなって言うから、いや違うよ、俺自体がなんかこういうこんな素敵なさシャンパン見る機会なかったからさ、すごいびっくりしてるのもあるから、ごめんね。ちょっと他に思ったらごめんね。一緒に楽しく飲もう。僕のやらせてさ、本当に悪いと思ってないでしょ。いやいや全然。他にして確かに風邪だったから全然来れなかったけど、うん、てめえのさ悩み方さ知ったらなんか、謝ってるから目がします。俺の下で笑ってるって。そうだよね、ごめんね。ちゃんと謝って、ほんとにごめん、ほんとごめんね。ちょっと今、もうこれ一回片付けちゃうね。じゃあ、どうした、大丈夫？はい、やったの。いや、全然もう。さあ、どうした？大丈夫です。なんか、私がお金使えないようにしたんですけど。そう、そう、そう。いや、全然そんなつもりではないわけですよね。ただ、うん。いや、それ、確認して、そうしたら、普通に灰皿拾っただけだったんですよ。灰皿拾っただけだった。てか、なんで灰皿が落ちてるの？まあ、僕がただ、ね、そういったのにちょっと不快になっちゃって、まあ、バーって落ちる。なんか急にどうしたの、ね、そんな変わっちゃって。リュースケ君の友達が始めたのに、うん、なんか今までのこと繰り返して高速客だったのにみたいな、どんどん一緒に言うの。全然そんなつもりじゃなかったんですよね。普通に一緒にちょっと飲めて嬉しいよって言ってなかったんですけどね。気にしすぎじゃない、そんなことない。え、そんなヘルプじゃない。いやいや
やいや、頑張ってるからそんなことできない。だって不快にさせてるよ、こっちさ、頑張って使って言ってんのにさ。なんか待ってくれちゃう。クビはできないってことからも人生があるからね。 NG とかにもやっぱりできるかもしれないけど、それまででも楽しく飲んでたじゃん。うん、どっち取るのっていうあれはできないけど、いずれにせよヘルプとか、まあちょっと一回失敗したあれで首とかにはできない。ヘルプ取るんだね。お金が全てじゃん、この世界。まあでもそれは勝った後に考えても中身も大事よ、中身も。君に悪くない、悪くなってないけど、なんかなんかこうやって言ってんのも別に中身悪くない。すごい、なんか変わっちゃったなって。それは仕方ない。じゃあ戻すよ、そしたら。いや、もう戻ってこないよ。いや、そんなこと言わないで。この後ちょっと LINE してみますけど、ちょっと結構オリプでしたね。姫もちょっとこの後話してごめんねって伝えます。ちょっと思った以上に性格変わっちゃって、そういうのにも対応できるように GM も育てて、自分もね、もっと頑張っていきたいなって思うんで、まあ、でかいに思っちゃったので、しっかり謝って、また来てくれたらいいなと思います。発想をプラスようと思って、現場まで用意したのに、ヘルプ取るなんて、もうこれからプンとか言って、お金もらっていきたいと思います。でも、りょうすけくんには絶対使わない。りょうすけくん最低、まずクソ。